逮捕時のマグショットにおける若き日のヤゴーダ原理府グリゴリアビチ野豪ダ1938年3月15日はソビエト連邦の政治家初代 NKVD 長官国家保安総委員ヨシフ・スターリンの命令なしに動くことは決してなかったためコウモリというあだ名がついたなお聖は日本語文圏内ではヤゴダあるいは ヤーゴダと書かれることもあるが、ヤーゴダは誤った転写である。また、名前に関してもドイツ語を意識して、原理比と書かれることがあるが、ロシア語に沿った表記では、原理婦となる。マキシム・ゴー・リキーと、左からヤゴーダ、ビアチェスラフ・メンジンスキー、フェリックス・ジェルジンスキー1924年1891年、ルイビンスクにて、ユダヤ人の時計や一家に生まれる。 出生名イエマホゲルショービチイエグーだ。1907年には、15歳にして、ボリシェビキに参加する。1911年に、モスクワに上京するの1912年に逮捕され、シンビルスクに追放される。1913年、統計問題死で働き、1914年に、イデ、アベルバフと結婚。第一次世界大戦時、第五軍団。 第20狙撃連隊所属で出生、前線で負傷。1917年、ロシア革命が勃発すると、ボリシェビキ島のペトログラード軍事委員となり、ソルダーツカやプラウダ紙の発行に携わり、10月革命に参加。その後、クレスチアンスカやベドノター紙の編集長を務め、1918年から1919 19年、 老農赤軍最高軍事観察局総務局。1920年からウラジーミル・レーニンの創設した秘密警察チェーカーに所属し、その長官であったビアチェスラフ・メンジンスキーの片腕として、グラーグの監督にあたり、次第に頭角を表す。1934年7月、フェリックス・ジェルジンスキーとメンジンスキーの不可解な死後、 チェーカーの後継機関の GPU と統合した内務人民委員部の初代長官に就任する。スターリンの大粛清の執行者は、賭博と漁食にふける大敗的な悪徳の持ち主として名高い。大粛清の契機となった1934年のセルゲイ・キーロフ暗殺事件では、犯人のレオニード・ニコライフと信仰があり資金面で援助していたため、彼を利用し、 キーロフを暗殺させた説が今日に至るまで根強い。1936年、野ーダは大粛清の第一段階を指揮し、スターリン反対派の摘発に当たった。しかし、その取り調べや拷問が、スターリンの期待よりも生ぬるく、オールドボリシェビキを相手には、共犯者の自白もままならなかったため、なかなか粛清を拡大させることができず、次第に、 スターリンに失望されていった。そして1936年9月、ヤゴーダ自身も、ニコライ・エジョフにとって変わられ、内務人民委員を解任され、通信人民委員に左遷される。1937年3月の中央、委員会総会中に、ヤゴーダは、公認のエジョフから、ソビエト全土の秘密警察の仕事ぶりを調査するよう、依頼され、ヤゴーダ派の NKVD 隊員は、 列車で目的地に輸送される予定であった。しかし彼らは目的地の前の駅で列車に乗り込んできたエジョフ派の NKVD にことごとく逮捕された。ヤゴーダも NKVD 隊員の宿舎において逮捕され過酷な取り調べが行われた。ヤゴーダは1907年の入党時からドイツのスパイとして活動を行っていたと自白した。 1938年3月13日、ニコライブ・ハーリン、アレクセール・イ・コフラと共に、第三次モスクワ裁判にかけられ、反逆や凶暴など21件について、有罪となり、15日に処刑された。ヤゴーダの家族も全員が逮捕され、処刑された。ヤゴーダ派の NKVD 隊員も、粛清の対象となり、約3000人が、この時期に死亡したと言われる。 死の直前、彼は、この世に神は存在すると述べたと言われている。なお、野ーダは、名誉回復されていない。チェーカー GPU 名誉職員起承2個、赤旗勲章2個、労働赤旗勲章、霊人勲章を受賞ありがとうございます。